リンリン、ハロー、パラレル、リンリンパラレルのリントです。今回は動画を撮らずにいられませんでした。ということでね、本日はこちら、仮面ライダー、ギーツのお話していきたいなと思います。はい、ちょっとね、いつも実写で動画をね、撮ってること多いんですけれども、今回はこのリントちゃん、VTuber の姿でやっていこうかなと思います。いやー、本日7月31日なんですけれども、その7月31日日曜日、仮面ライダーリバイスの放映終了後、情報解禁がいろいろありまして、まあ、もともとホームページはね、ちょっと前に公開されたりしてたんですけど、このキービジュアルの背景にいるね、多人数のライダーっていうのがね、今日解禁になったみたいで、で、それまではですね、この今、ここにね、いろいろシルエットいると思うんですけど、このシルエットのライダーたちって、映ってなかったんですよ。ほんと、ここに今、映っている仮面ライダーギーツだけがいて、背景があって、で、終わりだったんですけれども、本日、こう、確認してみるとね、この辺が映ったりしてるので、その辺もちょっと確認していきたいなというのと、まあ、もうね、情報自体は仮面ライダーギーツっていうのは出ていて、先日から、公開になっている、映画仮面ライダーリバイス、バトルファミリアの方でですね、先行登場されております。でもその先行登場のタイミングですらね、かっこよかったんですよ、ギーツ。まあ、ほんとチラッと映って、リバイスが、まあ、戦ってた敵を、まあ、リヴァイとバイスカーの時だと、戦ってた敵を、一挙に引き受けて雑魚敵を一掃してくれるっていう活躍をしたんですけれども、その時でも、あ、やばい、かっこいいってなりまして、で、まあ、下の方でまたモチーフのお話っていうのはしていくんですけれども、上がね、リボルバーなのかな？なんかベルトの、構築造形、ん？構築造形？なんかアイテムが3つに分かれてるらしくって、で、その3つが、コア ID っていう、このギーツのベルトで言うと、ここの真ん中にあるこれ。これがコア ID っていうので、おそらくこれがね、顔を模しているものっぽいですね。ここに狐のマークがついてて、で、この右側と左側で、上半身と下半身を構成する、バックルがついてるんですけれども、ここのバックルかな？こっちがね、多分ね、リボルバーだったかなんだか忘れたけど、ブースト？何だったかな？まあ、どちらかというと、この上半身の銃をね、模したものになってます。なので、ここがリボルバーの、弾丸を込めるところになってるんですよね。で、こっちがバイクを模していて、ここよく見ると、バイクのね、マフラーがついてるんですよね。で、こっちは何だったかな？ブーストって言ってたかな？後で、変身ベルトも見ていこうかなって思うんですけれども。はい、そんな感じになっております。で、多人数ライダーバトルっていうことで、で、最後の一人まで生き残れっていう形で、なんか雰囲気的には仮面ライダー龍騎や、ゲームっていうことなので、仮面ライダーエグゼイドがですね、ちょっとモチーフとして出てくるかなと。多人数では、戦いあってっていうところで考えると、ほんと、龍騎ですね。龍騎も最後の一人になった時に願いが叶ってっていうところで、13人のライダーが、まあ、劇中、映画、テレビオリジナル、そしてあとは、普通のテレビシリーズの3部作とか3つの作品で、合計13人ちゃんと出てきて、仮面ライダーディケードの方でね、もう一人仮面ライダーアビスっていうのが出てきて、まあ全部で計14人ね、龍騎は出てきてたりとか、で、エグゼイドはゲームの世界で、ゲーマドライバーとガシャットっていうので変身して、ゲームをね、モチーフにしたものに変身していくっていうところね、RPG だったりとかアクションゲームみたいな感じでね。で、なんかそれがミックスされてる感じかなというふうに私は勝手に撮っております。プラス、なんだろうな、ちょっと近未来的な部分もあるので、このベルトの造形だけを見ると、少しだけ01ドライバーとかをね、感じますね。この真ん中に丸いのがあってっていうのとかね。うん。あとはこれ回るらしいんで、時空ドライバー、仮面ライダージオウのベルトもね、ちょっと感じられて、いろんなところからモチーフが取られていて出来上がってる。からこそ、その今までの仮面ライダーを私が見てるから、多分、スーッと入っていけそうな感じなんですよね。で、見た目の、この、狐面みたいのがね、かっこよすぎて、これ。
私きつね麺大好きなんですよね。で和風モチーフっていうのも好きなんですよ。またちょっと話が逸れてしまうんですけども、あのコナミでね、アサキっていうアーティストさんがいるんですけれども、そのアサキさんがね、和風をモチーフにした曲を作ってたりとかして、もうそういうところからもうちょっとやっぱ和風モチーフっていうのもかっこいいなっていうのと、あとベルトもなんかこう近未来的だったりとか、いろんなギミックがあって楽しそうっていうところで、あと男の子は好きなんじゃない？こういう銃、しかもこの銃よく見るとここにねヒンジがついてるから、多分これ一回ね縮まるっていうかちっちゃくなると思うんだよね。折りたたまさって、で折りたたまさってハンドガンみたいになるんだけど、ハンドガンからライフル形状に変わるみたいな感じで、ちょっと武器の雰囲気でいくと、仮面ライダーエグゼイドに出てきた仮面ライダースナイプのガシャポン、ガシャコンスパン、ん？なんだっけ、ガシャコンマグナムだっけ、銃の武器にね、ちょっと似てる部分はもしかしたらあるんじゃないかなってところです。じゃあ早速ね、技術見ていきたいと思うんですけども、6分ぐらい、もう多分喋ってると思うんだけど、早速ね、この辺見ていこうと思うんだけど、おそらく、この、コア ID っていうのが顔をね、模してると思うんだよね。で、この、ここの部分が上半身。で、こっちが下半身で、3つのパーツで、1、2、3っていう形で、モチーフが変わるような気がするんですよね。なので、ちょっと仮面ライダー大津っぽさがありますね。タカ、トラ、バッターみたいな感じで。で、皆さんね、顔がこれ見ると、なんだろうな。どちらかというと、全部動物モチーフな感じがするんだよね、顔は。で、これキツネで、これ多分ね、バッファロー、牛だと思うんだよね。で、これがね、猫っぽいね。なんか、猫っぽい感じ。でもなんだろうな、こっちがね、狐っぽいなと私は。狐というか、この狐とは違う狐、フォックスの方かな、どっちかっていうと。白狐っていうよりは、なんか、いや、でも犬とかなのかな、これ。耳がシャキーンとしてるよね。で、この辺がね、なんだろう、蛇っぽいというか、多分蛇がこう、覆いかぶさってるのかな、なんて勝手に思ったり。で、こいつは多分パンダだと思うんだよね。ただ、それ以外がね、ちょっとわかんないんだよね。ただ、コンボを持ってるんだよね、こいつはね。だから、上半身の武器は、近接武器をこの人は使うのかなと。こいつもなんか武器っぽいの持ってるような気、でもこれ腰に手を当ててるし、この立ち姿的には女性ライダーっぽいのかな。女性だと猫とかなのかな。って感じでね、ここにもね、二人いてって感じで。なので、1、2、3、4、5、6、7人、今のところでも出てきてると。で、カメラで技術、9月4日スタート。9月4日9時からって感じですね。で、もう早速この新番組の PR 映像は見たんですけれども、8月7日、来週ですね。来週の日曜日午前10時から、ウェブにて、制作発表を行うみたいです。いつもね、平日とかに、制作発表されることもあったので、ちょっと見れないな、なんてタイミングあったんですけれども、今回日曜日なので、もうがっつり見れますね。楽しみです。そして番組概要を見ていきましょう。真のヒーローになるのは一体誰だ？白いキツネライダー、仮面ライダーギーズ、堂々誕生。生き残りゲームでスタイリッシュに暴れまくる。ということで、令和ライダー第4作は、多数の仮面ライダーたちが生き残りゲームにということで、ゼロワン、セイバー、そしてリバイス、新時代を鮮やかに疾走し、それぞれのメッセージを伝えてきた令和仮面ライダーたち。彼らに続く令和ライダー第4作の放送が9月4日よりスタートします。はい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 。ということで、今回は仮面ライダーギーツで生き残りゲームに身を投じる全く新しい仮面ライダーです。ただ、本当に、ここだけ見るとまだ全く新しいっていうのがちょっと分かりにくくてですね、龍騎が同じようなことやってしまってるんで。はい。平和を守るため生き残りゲームに身を投じる勝者こそ真のヒーロー。なんか、ただね、勝者こそ正義みたいな言い方とかもあるからね、本当にそれが真のヒーローになるのかっていうところもちょっと私としては怪しいところで、逆にそういうところが気になって楽しそうだなっていうところですね。出自も目的も不明な謎の敵、ジャマトの脅威から街の平和を守るためのゲーム、デザイアグランプリ。
ゲームの参加者たちは、各々が、仮面ライダーに変身し、敵を倒したり人々を救ったりすることで得られるスコアを競い合いながら、勝ち残ることを目指します。なぜならデザイアグランプリの勝者には、理想の世界を叶える権利が与えられるからですと。つまり勝ち抜いた真のヒーローだけが自らの願った世界を実現することができると。生き残りゲームはオンラインゲームのフォートナイトやエイペックスレジェンズなどの、子供たちに親しみのあるポピュラーなジャンル。まあ最近は流行ってますよね。荒野行動、フォートナイト、エイペックスレジェンズ、あとは、なんだっけ。もう一個忘れちゃった。あったよね。荒野行動の前身になってたやつ。やばい、名前出てこなくなっちゃったね。まあそういう生き残り。のゲームだね。どうなんだろう。Apex もこの範囲内にこの方々入れてるってことは、チーム戦もあるのかな。一人だけかってことではなくて、チーム戦もしたりするのかな。特に、その生き残った一人がっていう書き方もしてないんだよね、この辺ね、見ると。勝者にはしか書いてないから、チーム戦の勝者の可能性もあったりとかするよねっていうところですね。そんな予測不能なスリリングなジャンルのゲームと仮面ライダーが大胆に融合。誰も見たことのない仮面ライダーが、2022年の日本に降り立ちます。孤独なライダーでないことだけを祈りたいです。孤独ライダーって辛いからね、見てるとね、たまに。モチーフは白い狐、謎に満ちた新ライダー、ギーツ降臨ということで、白い狐の、面をつけたような仮面ライダー、ギーツに変身する主人公は、謎の青年、浮世エース。すごい名前。読めんよ、これ。これでエースか。まあ、読めなくはないけど、すごい名前。でも、北条 M もすごい名前だったからな。そういうもんか。最後に勝ち残るのは俺だと平然に言ってのける自信満々の天才肌ですが、彼は一体何者なのか。現在判明しているのは、白いラインが特徴的な技術のフォルムのみ。黒いベースのアンダースーツに白いアーマーを装着し、近未来あふれる武器を手に、赤いブーツの横からバイクのマフラーのようなものが伸びています。どんなアクションを見せるのかを想像するだけでもワクワクが止まりません。本作の大きな特徴は、多数の仮面ライダーたちが生き残りゲームで競い合うことにあります。未発表の仮面ライダーも多数いるという情報もあり、今後参戦する仮面ライダーたちや駆使するアイテム、そして、最も気になるキャストの情報は今後続々と解禁予定です。ぜひ続報をお楽しみにお待ちくださいということで、そうね、もうこの時点で 1,2,3,4,5,6,7 人いるからね。7人がいないよね。どっかにちょっとここにこう隠れてたりなんてないね。大丈夫そうだね。で、一足早く、映画館のスクリーンに仮面ライダースクリーンで仮面ライダー技術を目撃せよということで、7月22日公開の、劇場版仮面ライダーリバイスバトルファミリアに仮面ライダー技術が最速登場することが判明してると。まあ、見ましたが、めちゃめちゃかっこよかった。ちなみにですね、ちらっとだけ、でも他のニュースとかもちょっと見ていく？でも特になさそうかな。番組概要はこれでしょ？って感じだね。他の情報はなさそう。では、仮面ライダー技術のおもちゃウェブを見たいですね。おもちゃ情報が解禁。これじゃない。これは、チャンネルじゃない。サイトが違いますね。仮面ライダーおもちゃウェブで見ていこうかな。はい。もう、あれだね、デザイアドライバーのことばっかり書いてるね。じゃあ、このデザイアドライバーのこのトピックを見ていきましょう。仮面ライダー技術おもちゃ情報ということで、ベルトが合体回転10フォームに変身。変身ベル、ね、光るなるなのね、今回もね。光るなる変身ベルトデラックスデザイアドライバー。9月3日発売か。9月4日登場で、9月3日前日には買えるよっていう状態。で、8月20日、予約開始。
商品ラインナップということで、はい、こんな感じになっております。でこれね、劇中でも登場したんですけども、最初登場した時にですね、ここのバックル、まあ多分この下に出てくると思うんだけど、ここの横がね、両方とも外れて、なんかむき出しのようなベルトっていうのがあって、顔だけこの顔ついてて、全身真っ黒なスーツのねライダーが一瞬登場するんですよ。でその後にこちら側だけはめるんですよね。すると変身して、上半身だけが、なんだろう、そのアーマーが装着カチョーンってされて、で途中でこっち側をつけて、両方ともつけて変身するんですけどもね、上半身だけ変身しててもかっこよかった。で、あとこれなんだ、これなんかハンマーみたいのついてるね。で、なんだろうこれ、矢印ついてるね。あー、こっちにはめろ、あ、はめる方向がこうだよの矢印か。矢印の形がすごい、ゼロワンドライバーみたい。そう、今回ね、脚本を書かれるのが高橋優也さんなんですけれども、高橋優也さんって何をされていたかというと、仮面ライダーエグゼイトと仮面ライダーゼロワンをやってるんで、ゲームをモチーフにしたライダーと、ゼロワンは AI をモチーフにしたライダーなので、近未来だったりゲームだったりっていうのの扱いに多分長けてる方ですね。なのでね、ちょっとそこも楽しみでございます。ちょっとベルトのね、この状況を見ると、ここにハンドルが両方ともついてて、こっちはリボルバーのね、銃のね、弾を込めるところのモチーフになってて、でもそこにマガタマのようなね、和風モチーフが入ってるって感じだね。まあここが狐だからだろうね。でこっちは仮面ライダーアクセルみたいなね、バイクに変身するライダーが、バイクに変身はしない、いや、するんだけど、フォームチェンジするんだけど、仮面ライダーアクセルっていうライダーにちょっとなんか雰囲気的に似てるね。アクセルのドライバーにもちょっと形は似てるね。アクセルのドライバー両方にこうハンドルがついてるんで。で、これはハンマーで、多分、フォームチェンジというよりは武器用のなんか、仮面ライダーフォーゼのアストロスイッチみたいな雰囲気が漂ってますね。じゃあ詳しく見ていきましょう。詳しくはこちらを、は後にして、まずこの辺見ていきましょう。デラックスデザイアドライバー&ゾンビレイズバックル&レイズバックルホルダー。レイズっていうのが、これがレイズバックルっていうのかな?これがレイズバックルっていうのかな?で、これを、がそのレイズバックルをくっつけておけるホルダーが横に2個ついてると。で、このゾンビ、レイズバックルっていうのが片側につけれるやつで、多分、そういう、こういう武器アイテムとは違って、こういう、このね、ギーツが変身するのにも使う、何これ、バックルの1個。で、ここ見るとこれバッファローじゃん。さっきのバッファローじゃん。角生えてさ。ってことは、そのバッファローは、このゾンビを使って、二号ライダーかな?二号ライダー早速ゾンビなの?怖っ。あ、でもゾンビだったらありえるか、コンボを持ってるのも。ああいうゾンビ作品もあるもんね。コンボみたいなのを使ってるさ、なんか、この近接で戦う系のゾンビ物語とかもなくはないから。で、ここにヒンジがあるから、多分これがパタンと畳まさって、ここにね、ロックがあって、このロックとここの四角いのがカチャンとはまって、しっかりロックされて、で、上からこのヒンジでね、上と下に開いてるパーツがパチャンって閉じてる状態のバックルになって、多分ここにカチャンってつけて、ここのこれを多分ひねるとか回すとかをすると、パカンって開いて、このゾンビの手が出てくるんだと思うんだよね。なんかね、もうこの時点で楽しみ。そして、9月3日より、デラックスデザイアドライバーを買うと、リバイスドライバーバックルをゲット。ああ、いつものね、バトンタッチキャンペーンみたいな感じだね。レイズバックルシリーズって書いてあるね。レイズバックルがどういうもん、あ、ここか。ここに模様がついてるから、横につけるバックルシリーズだよってことね。じゃあ、詳しくはこちらを見ていきましょう。あ、はいはいはい。これでこっちに入ると。仮面ライダーギーツより、デラックスベルト、登場ということで、あ、これが1個のセットね。で、デザイアドライバー本体、マグナムレイツ。あ、
はい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 。ここがマグナムね。マグナムだから、ここがシリンダー形状になってるのね。はい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 。そして、ブーストレイズ。こっちがブーストレイズだね。はいはいはい。そして、ハンマーレイズ。はいはい、これね。なるほどなるほど。で、これはね、情報の解禁で見たことがあるんだけど、ライダーコア。真ん中のこのコアね。だから、このコアを変えることによって、顔が変わるってやつでしょ？ジュフフォームに変身で、仮面ライダーコア、コアじゃないや、仮面ライダーの、その、ライダーコアだけつけたタイプと、ハンマーって結構ちっちゃいんだね、こう見ると。ほんと、武器アイテムって感じだね。で、あ、ブーストだけつけることもできると。で、ブーストを逆回転。で、こっちが、マグナムね。マグナムだけをつける。で、マグナムを半回転。うん、で、ブーストとハンマー。ハンマーと、なんだっけ。マグナムか。で、多分これが基本フォームだよね。マグナムと、ブースト。多分マグナムブーストフォームで合ってたはず。なんかそんな感じで言ってた気がするんだな。って感じね。はい。仮面ライダーギーツエントリーレイズフォームに変身。仮面ライダーコア ID をセット。LED が発光し、変身音が鳴る。エントリー。あ、なるほど。これだけでまず仮面ライダーギーツのエントリーレイズというのになると。どっかに画像はないのかしら。おもちゃウェブではそれは見れない。見れる？見たいよ。私見たいよ。見たいけど、なさそうだな。ちょっと仮面ライダーギーツだけで検索してみようか。どっかにないかしら。あ、同じページにつながるね。うん、特に映ってないね。うん。なさ、そう。片側だけ変身してるみたいなのは。あ、ない。あ、でもなんか、あれだね。ちょっと、テレビくんとかテレビマガジンとかの、やつが映ってるね。そこを見るのはやめときましょう。次、こっちを見てみましょうか、じゃあ。あー、でも同じか。開発者ブログに載ってたりもしないね。しないわ。これはホルダーアイテムだけか。あ、ほらほらほら、やっぱり閉じてるね。閉じてて、パカーンって中に手が入ってて、で、プラスここにライダー ID があるね。誰のライダー ID なんだい？仮面ライダーバッファ。そのまんまだ。バッファみたいな感じだね。うん、バッファって言うんだ。仮面ライダーバッファ、ゾンビフォームになりきり変身。これやっぱ2号ライダーかな。ほう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 。セット、ゾンビ、レディファイトって書いてるね。で、エントリーって書いてて。ちょっと、普通に、ジュフフォームのやつを見たい。これかな。で、ちなみに値段が7980円。結構するね。結構するけど欲しいな。で、ハンマーレイズを刺すと、アームドハンマーレディファイツって流れて、これでアームドハンマー、あ、フォームがついてないから、やっぱりフォームではなくて武器アイテムなんだね。で、仮面ライダーギーツブーストフォームに変身。セットブーストレディファイト。で、こっちはフォームがつくからフォームなんだ。で、ブーストフォームでリボルブオン。ベルトを回転して、リボルブオンってなるのか。はい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 。
そして仮面ライダー、ギーツ、マグナムフォン、普通の白いアーマーを上に着てるタイプね。で、セットでマグナム、レディファイトで、上半身だけ変わる。で、それをくるっと回すとリボルブオンに変身。リボルブオン変身。多分これが下半身になるんだろうね。で、下半身にするときに、リボルブオンってなって、アームドハンマー、ブーストフォーム、アームドハンマー。ブーストフォームが足についてて、体の上はハンマーだよっていうのと、体の上はハンマーで、体の下は、白いやつっていうのになる。で、仮面ライダーギーツ、マグナムブーストフォーム。多分これが基本形態だね。両方ともちゃんと刺さってるやつ。で、マグナムレイズバックルと、ブーストレイズバックルをセットして、変身待機音が流れて、セットセットって流れて、デュアルオン。で、get ready for boost and magnum and ready fight. かっこいいね。で、こっちはリボルバーを回す、トリガーを引く。あ、これをカチョーンってやって、ぐるぐるぐるって回してから、ここのトリガーを引く。あ、これあれか、正面から見てるようになってるのか、このフォルム的に。ここが拳銃のトリガーがあって、ここが、そのリボルバーの部分があって、で、ここに銃口があるんだ。前から見たような形になってて、だからトリガーを引くと。で、これは普通に多分、ハンドルを横から見たような形状だよね。あの、バイクのハンドルを。で、バックルを回す。するとバックルがパカーンって上に光るんだ。で、LED が発光&変身音が発動。グラフィックが変化。ここのグラフィックが変わると。あ、ほんとだ。この時とちょっと違うね。ぐるぐるぐるって。かっこいいね。で、その状態でリボルブオンをすると、マグナムブーストが上下反転して入れ替わるよと。で、これが必殺技が、ハンドルを2回回し、再びハンドルを回す。って3回回すのかな。すると、ブーストタイム。ジオーかな、やっぱり。はい。で、マグナムブースト、グランドビクトリーって流れて、GB なんでね、グランドビクトリーだから GV になるんだね。そういうことだよね。ああ、なるほどね。で、これが、その、箱か。さっきセット商品もあったでしょ？セット商品だと11,880円って結構するね。ああ、でも面白そう、ギーツ。はい。なんかね、30分ぐらいこうやってお話をさせていただきましたが、まあ、情報解禁されてる内容もね、これぐらいしかないので、そんな感じで、っていうところですね。あ、でもちょっと待ってよ。さっきさ、ギーツの拳銃のアイテムが、ちらっと映ってたんだよね。気のせいかな。あ、あった、やっぱり。あー、これだ。あ、別売りのマグナムシューター、14X。 14X をセット。これかっこいいね、やっぱり。ちゃんとリボルバー形状になってて、ここにリボルバーついてて、拳銃のようになってて、で、多分これガチャーンって伸びるってことでしょ。なんで4、あー、そういうことね。ああ、はいはいはい。ネーミング理解です。マグナムシューター、フォックスね。はい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 。14X でフォックスと読ませるんですね、多分。キツネだから。なるほどね。ああ、よくできてるわ。で、ま、レイズバックルを横にセットすることもできるよと。よくできてらっしゃることで、本当に。この武器かっこいいね。ああ、ほら、広がるようになってるもんね。ここに空間あるし。で、ここが火がこう、ボーンって。あ、40X なんだね。14X じゃなくて、40X なんだ。まあでも、そうだったら、フォックスっていうことだよね、やっぱりね。ああ、よくできてるわ。かっこいいわ。かっこよいよ、これは。はい。ということでね、本日は、こちらのね、仮面ライダーギーツのね、情報解禁がありましたので、デラックスデザイアドライバーも見ていったという状態になります。
ちょっと今から楽しみでございますね。ま、多分ベルト買うと思うんだけど、買いまして、また何かありましたら、こう、レビュー動画っていうのはね、出していこうかなと思っておりますので、ぜひどうもよろしくお願いいたします。はい、ということで本日は以上となります。よかったら、他のチャン、動画も見ていただけますと、幸いです。またチャンネル登録だったり、高評価、あとはツイッターのフォローっていうのもね、していただけますと、とても嬉しく思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、以上、ビントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。